ちらの方もおかしくなりますので、ぜひ皆さんいろんなところで交流をしながら日常を過ごしていただければありがたいかなと。私も毎日鞭打ってボランティアで励んでおります。主人はいつも一人ぼっちでお弁当を私の手作りですとか言ってテゲテゲな弁当を食べさせられているようですけれども、まあ、夫婦で夫婦の3人ですけど、バトリの夜は毎日お生活しています。本当今日はこんなしてみんなと集まれるのも、あの2月のあの、ね、ハレスインでみんなと集まってから本当に本当に良かったかなと思います。これからどういう形でこういう会ができるかは分かりませんけれども、みんな元気なうちには何とか集まりましょう。今日は本当にありがとうございました。今日は下上さんも言って来てくださいましたので、もう本当彼女もね、ちょっとこう麻痺をしてたんですけど、予想しながら車椅子からついになり、こんな一人で、ね、出歩ける、なんとか出歩けるというか素晴らしいことだと思います。本当に今日はありがとうございました。嬉しいでした。まあまだ料理が来ませんので、皆さんでは待ちながら気をつけながらおしゃべりしていただきたいと思います。ありがとうございます。